はい、今日はね、大堀育君と寝屋川の氷園の駅前行きました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちゃうやん、もっとオクターブ上げていこうや。はい、どうもー。これでいこう。喉つぶれそうやけど。なあそれ、なあそれ、なあそれ、なんですか俺の真似した。いや、ザジーかなと思って。とりあえず店どこにあるかわからんねんけど。いや、ほんまに、まあパーキング止めようか。どっかパーキング止めよう。はい、了解です。これな、この先、はい、右手になんかパーキングあんねん。あ、そこ止めましょうか。右手に、どっか右手にパーキングあったと思うんだけどな。どこ、どこやったかな。この先です。あ、B 見えた。あ、あれ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 、あそこ右手グエッてグエッグッていける。ケアがいけるやろ。ここ、ここ、どこ、こう、こうですね、ここですね、ここですね、これ、これ、これいける、いける、いける、いける。そう、あかん、車ぶつけたらあかんで、新車やから。うわわ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 わ。おー、ちょっと待って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 、これ当たるんちゃう。ちょ、見てくるわ、ちょっと見てくるわ。ここら辺入るんでしょ。あ、これ左、ちょ、当たるかもしれん。ちょ待って、危ない危ない。あ、全然いけるわ。全然いける。おらおらい、おらいおらい、全然いける、全然いける、いけるいける、おら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 い、なに、全然いけるやん、全然いけるやん。いや、もっとなんかごっつエアロついとんかと思った。何もついてなかった、この車。ここでええんちゃう、8番。あっち止める、なんかのこだわりらしい。リク君、ママ運転下手くそなんちゃう。全然ね、全然あかんな。はい、はい、リク君のスペーシアベースです。かっこいいやん、ベース。あらやらい、あらやらい、あらあらあらい。これ、これアラウンドビューついてんねやろ。このね、うん、感覚がね、全然つかめないんですよ。あー、やっぱ昭和世代やからね。昭和世代がどうしてもね、このミラーを、ミラー見る、うん、なんさっきはずっとミラー見てもんな。そこだけ見たらいいのに。もう最後だけ、うん、もう、 うちの娘なんかこれしか見えへんからな。ほんでしかも入れへんからな。はい、パーキング止めました。これ上がんの見たことないんだけど、俺リアルで。これ上がんの、すぐに上がらんのかな。こいつ YouTube 向きやな。尺長いな。あ、上がった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 。急に来た。はい、上がりました。はい、皆さん、皆さん目の当たりしましたでしょうか。タイムスの下が急に来ました、ね、これ踏んだらどうなんの、ブザーなんの、ブー。あ、何もなれへんねや。もうそれ以上やめよう、もうそれ以上やめよう。ゴン言うた、ゴン、あ、ゴン言うた、ベース。けどなんか、うん、それも確か YouTube やと思うんですけど、うん、あのこれね、うん、を要は乗り越えるクラウン。ああ、クラウンで。えぐいな、後ろのパンパンポーンって置き去り。あ、おや、マジでどう思う。あ、やタコついとうや。いや、ここの坂やばかった。っ、もう当たると思ったんよ。当たらんかったな、な、この鋭角が効くこう、こう来るんかな。これどっかこっち行けるのかな。しゃあ、ほんならね、今日ね、リク君とね、氷園来ました。またこの男や。よう来るな。家、加古川やろ。いや、そうですよ。まあ、よう来るな。まあ、氷園といえば気候なんやからな。もう氷園といえば気候な、松屋、すき家。見て、もう松屋とすき家、牛丼屋が横に並んでるからな。もうローソン、ローソンみたいな感じ。やばい。お前、やばい。まあ、松屋とすき家が並んでるからな、これが。俺、悩みますね、こっち行こうって。そうだ、こう。
どっち行くみたいな感じだもんな。俺やったら好きやかな。でも気分的には松屋かな。うん、そうやな。ほんでここはサイゼリがあって弥生軒、もうここ来たら何でも食べれるよ。俺初めて見たオリジン。オリジン、あ、オリジン、あ、オリジン美味しいね。サラダが美味しい。あ、そうなんだ。もう玉ねぎのなんかサラダが美味しい。オリジン買っていく。もう買って帰りや。何時までやってるんですか。ここ多分遅までやってると思うで。そうそう、もうドンキの近くにオリジンあるって言うやろ。え、ドンキある。ドンキ、こう曲がったところはドンキあんねん。あ、京阪電車、京阪電車。ここは京阪電車郡山。ここ見て、この迫力。ほら。どうよこの迫力。すごいっす。やばいやろ。やばい。これが郡山やで。で。え、うん、こっちで、こっちで、でってその言い方よ。いや、どっち行くんかが。いや、この辺町ブラで、ここ町ブラロケで、うん、ここが、カラオケ屋さん、ビッグエコな。ここセリアがある。あ、うん、ここですか。あれ何が百均のあの三脚。あ、そうあそこカラオケ屋さんとかいろいろあるな。あ、まあ、じゃあこっち、はい、ほんでここや、ここパパスママス、昔よく来とった。え、あ、サンパス屋さん、はいはい、ここ昔よく来とった。あ、そう、若い頃、20歳ぐらいの時、ごっつい前来とった、はい、あ、ここドンキあるよ。あ、ドンキあるよ、はい。ここ郡山のドンキです。はい、郡山ドンキ、ドーン、めっちゃ、こんな感じでね、はい、ドンキあります。まあこの辺、まあまあこの辺は特にあるけど、こっち行ったらなんか飲み屋街みたいなのあんねん。こっち行ってみよう。結構まあいろんな店あるんですね。そうやろ、郡山いいやろ。いいっすね。うん、ほんまに。かほんま田舎に住んでるから店がない。店がないもんな。店がないっすね。もうここなら見て、もうかくれんぼ、名前がいい。洋食はかくれんぼ、はい、です。そうやろ。ちょっとこの辺はあれやな。洋食じゃない。いや、洋食じゃない。遊ぶんすね。そうです。食を遊ぶっていう考えだな。だから言うてやん。もう何でも楽しんだもん勝ちだ。まあ、そうですね。お前、うん、ああ。ここの通りはちょっと飲むとこないかもしれんな。ちょっと居酒屋的なとこないな。今日俺の口、焼き鳥やね。ああ、そうなんす。焼き鳥やから、ちょっと焼き鳥屋さん行きたいな。はいはい。スイーツ系、ちょっとクッキーとかな。あ、ここはもうなんかクッキーとかそういうお店かな。ラーメン屋さん。あ、めっちゃ食べましたね。もうお腹空いてきた。今日俺一日ほんまもうずっと外でもう火焼けてるやろ俺。顔。めっちゃ暑かったもん。この通りちょっとないな。見て、ダイヤン。パチコダイヤン。ゴイガイス。数が分かる人はいないし、ガイガス。もう今時ツタヤなんかないでな。あ、こっち見て、こっち、ちょっと。これメインですか。こっち、え？これがメイン。これメインの通り。これメインかどうかちょっと定子。分かりかねます。分かりかねる。うん、さあ、もうなんか焼き鳥屋。あ、もう最初に見た焼き鳥屋入ろうや。一軒目に見た焼き鳥屋。焼き鳥屋、鳥貴族はやめよう。ああ俺鳥貴嫌いやで。あ、そうなんすか。うん、昔好きやったけどな。ということで一軒目に見つけた焼き鳥屋に入りたいと思います。ここ松の屋があるわ。とんかつ松の屋、はいはいはい、はいはい、ここはドラッグストアセガミあります。ここ2階は串カツ屋。ああ、ここまあまあちょっと居酒屋みたいな、なんか串カツ屋台みたいな感じだな。焼き鳥でな、そこも串カツあれな、なんか、あ、焼き鳥あった。あ、はいはい、焼き鳥ありました、発見しました。串焼き焼き鳥屋さん、これ焼き鳥屋さん見つけました。いいですね。ここでいいですか。焼き鳥ロバタ、はい。じゃあ今日はこちらに決定しました。行ってみたいと思います。はい、グリーン、ごめん。
言おうとますね。まあこれがもういいだ。ちょっといつもみたいな感じがこれいくんですね。ちょっと下向いて。じゃあこうカメラカメラ。こんな感じ。これがカメラ上に持ってきたら、上そんな向かんでもいいよ。はい、でもほんまにこんな感じ。はい、まあ真正面よりやっぱりちょっと斜め上のこんな感じじゃないかな。お疲れ様です。リク君ごちそうさまでした。グレグレ、ここのハチキンさん、ハチキンさん、ヤキンさん、めっちゃくちゃ美味しかった。もうめちゃくちゃ美味しすぎて売り切れとったもんな。いやほんまびっくりした。鶏皮6本頼んだら、あすいません2本しかないんです、あとラスト2本なんですけど、その2本お願いします。ズリ4本頼んだ、4本頼んだ、1本だけやったもんな。ほんまここらもうめちゃくちゃ大人気、ビクビビったな。だっていっぱいあったですもんね、入ったもうお客さんもいっぱいで、うん、もう結構みんな長い人だな。ああ、ここほんで、タバコ吸えるから、タバコ吸う人結構な、そうそうそう来とったな。まあでも、それさっぴいてもめちゃくちゃ良かったな。った、はい、ということでね、皆さん、よかったら、寝屋川氷園。餃子めっちゃめちゃスープの餃子、あ美味しかったな。俺ら白頼んだよな。白のスープよ、めっちゃ美味しいから。あれよかったな。今日次赤いギターですね。ちょっと辛い。あ、辛いのな。ちょっとギター。また来んの、寝屋川に。もう、ってもう、ま、今日もめんどくさかった。もう。はい。ということでね、僕はもう今から帰って、明日朝9時から草刈りです。はい。僕はもう、今からどこ行こう？吉野行きます。あ、今から、スペシャルベースで吉野に行くみたいな。山の中。山の中。大丈夫？寒いね。いや、一応まあ、上も持ってきて。上持ってきてる。持ってきてるし、毛布も持ってきてる。あ、持ってきてる方が OK やな。車中泊。OK、OK。ほんな今から車中泊動画作んねんな。作ります、今。もう、頼むで。はい。ということでね、本舗中と本舗リックでした。はい。じゃあ、バイバイ。バイバイ。ポチトラ。これ、氷への階段しんどかったな。エスカレーターあったんや。てかこれ何、携帯の充電器、借りる返す借りる、もう言ったら倍返しみたいなもんやな。こうやって充電器あります。しかも見て、こんなとこ ATM なんだよ。これ外国やでやばいの、ね、持っていかれんてこんままなあ、すごい、その治安悪い悪い言うはい、充電しとくみたいな感じで書いてるやん。はい、もう11時、もう最終電車終わったん。いや、何時ぐらい最終、ちょっと俺分からないけど電車乗らないね。もうお店も閉まってますね。店のこう駅の中にケンタッキーって買いに来にくいな。まあまあそうな、はい、見てこんなんあんの大阪だけやで。還付金、ATM、それ詐欺。わかりやすい。斬新っすね。4コマ漫画でしょ。3コマ。3コマやろ。4コマでこの見て、見てくださいよ。見てください。還付金、ATM、それ詐欺です。それ詐欺。この4コマの使い方。大阪や。大阪。はい、じゃあ、こんなもん、氷園おさらばです。駅いうのもいいっすね。なあ、駅いいな、なあ、ええな。よっしゃ、まあ言うてもこれは新幹線乗ったけどな、俺。ああ、うん、はいはいはい、新幹線帰ろうか、帰ります。ここにも ATM あるんだよ、遠い面に。すごいな、海側、山側に ATM あるんだ。だいたい300万、400万入ってました。マジで。しそうなってんで、やばい、な、尾道のとこみたいな。よっしゃ、あ、すみません。
よし。はい、オッケーです。はい。焼き鳥食べて、あ、もうゴミ落ちてるかって、値上がちや悪い言わんとて。落ちすぎでしょ。落ちすぎやな。落ちすぎやな。日本のペットボトルめっちゃ落ちてる。大体もうみんなもう飲んでるから。もう酔っ払ってるから。すいません。これ左です。これ左です。成陸軍。奈良の吉野、はい。気をつけてください。桜咲いてんの吉野。どうなんすかね。どうなんやろな。もう山ん中やったらもうちょっと遅いかもしれない。あ、逆に。うん、やっぱ寒いかな。あ、もう材木とかパクってきたらあかんで、吉野。積んで帰ってくるの。積んで帰ってくる。ほんまあかんで。じゃあ、今日はありがとうございました。おもなじゃバイバイ。バイバイ。